30時間じゃ無理ですわ。じゃあ、互いにこれで。これは何 ?2 対 2? とりあえず今自分が出たから、うん、自分とどっちか、もしくは2人どっちか、あ、2人ともで誰と誰で組む、もう一回じゃあ3 on 2でもいいじゃないですか。うん、ちょっと慣れてないくらいだけど、いるよ。あ、いるよ。じゃあ3 on 2で行こうか。了解。で、なんでハンニブさんそんな寄せてくんの怖いんやけど、ちょっと。あの、多分今ね、こっそり多分メンヘラーモード。いや、あの、ハンニブさん、そこまで来られるとちょっと出られないんですけど。どう動いてもこするから出られないんですけど。よっこら。じゃあ、スクショも今のうちにポポポ。はい、お願いしまーす。なんならマスターコーチについたし、今。どっかぶつかったよね。どれがかっこいいかな。なんだって？よいしょ。はい、3つほど上げました。おーい。あれか。こんな期待とそう思ってたとは。てか、ハンニブさん、身動き取れないんですけど。OK、こっちはいつでもレディーです。一回ちょっと抜けて、スペクターに戻って、ちょっとハーニブさんが先に出てくれんと。そうめいさんは F2 塗装か。ん、そうだね。というか F16 で唯一入れてるのがこの塗装セットなんで。なるほど。いや、それ以降さ、どこに入れていいんかよく分かってないから、とりあえずこう保留にしてるっていう。なんか全部同じとこに入れたら大丈夫って。ああ、ね、最初ね、どっちのフォルダに入れるかなって思ったのって、わからないから、両方突っ込んだんだよね。フォルダ作って。そう。F16、スキン入れたら、元のスキンが選べんくなりますよね。あれ、そう、選べなくなっちゃうんで、基本的になんか、スキン制作者が一緒にオリジナルのスキンも入れてくれたりしてるんですよ。そうなんですか。選べるように。うん。これ入れたら元のスキン選べるようになるよって言って、オリジナルとかって書いて、デフォルトとか書いて、置いてくれたこと多いんで、それ入れたら、それで戻ります。うん。それ入れてないですわ。僕も全部 F2 になってます。なるほど。自分はもうなんかいろいろと入れまくったんで、なんか、まあ、基本的に、なんか、なんかいろいろと入れすぎてまた。F16 に言いたいのは、そろそろ、なんか公式のスキンをいくつか突っ込んでほしいな。そんなスキンは手間かかなと思うんですけど。うん、まあ、でもユーザースキンも結構ありますからね。まあ、今、90個ぐらいスキン入れてるんで。そんな出てます。出てます。めっちゃ出てるんで。特にイスラエル空軍のやつは大体入れたんで。シャルンさん、イスラエル空軍好きなんですか？そうですね。IAF はかなり好きです。あと、オランダ空軍とか。まあ、確かに砂漠迷彩も綺麗ですよね。ポーランドでしたっけ？ベルギーだったかな。ベルギーだったの黒塗装のやつ。記念塗装の。あれ結構好きなんですよね。ベルギーだったか、最近 YouTube にも動画上がってたやつなんですけど。ほう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 。いいっすね。よし、こっちもラインナップ。了解。ソメさんとシャルさんはもう上がりました？また。今からですね。こっちも上がれますよ。じゃあこっちも上がりますね。了解。じゃあセットで来たな、パワーイツロ。はい、じゃあ行きまーす。ナクスパーナ。じゃあ行きーすな。またじゃあ、はい、どうしようかな。今度はシャンデルゲー。ハンニブさんがメイラモード宣言した。いいか。何も持ってないと軽いな。18。そうなんですよね。スーッと上がっていく。どうしようかな。ゆっくり上がっていってもいいけど。あ、そちらはもうミジュアルしました。トムキャットでかいな。
そんなに目立つんですか、これ。目立ちます。めっちゃ見えます。あの、ズーム一切かけてなくても見えるレベルにはでかいです。マジか。うん。よし。じゃあ、バーナー焚いて、シャンデルで。どっち行こうかな。左の方いいか。左45度でシャンデルで行きまーす。ロゲーツ、な、シャンデル、な。すげえなぁ、あっちいる。ほんまに。問題は16、そんなに連度高くないから、こう、ひっついていくの割と大変っていう。いや、加減速の感じがね、まだ慣れてないんですよね。そう、むずいんすよね。シャンデルさんは、ホーネットで上がってきたん？そうですね、今回はホーネットっす。ミラージュも良かったけど、なんか不安だったので、ホーネットの方がさっき、うん、あの、明らかにホーネットね、トムキャットに勝てる気がしたから。なんでその、トムキャット対策になってるんですか？え、だって一番トムキャットが強いじゃないですか。一番怖いから先に叩き潰せないと。実際ね、そうなんですよ、強いやつを落として、あとは、どう戦うかっていうのを考えて。一番強いって言ってたら M2000 もうちいるんですよ。そう、ミラージュはね、ミラージュは結構グッて曲がってくるから、でも、多分、同じミラージュ同士だったらそんなに良くないんですよ。だから、多分、ホーネットの方が快適、やりやすいと思う。っていうことで、ホーネットにしました。どうしやったら結構不安なんですよね。よいしょ。はい、レーダーコンタクト、ヘリング。はい、ヘリング、おそらく29、あー、今300ぐらいですね。ちょっと右行きます。僕らの右やな。ですね。うん、前、インサイト。2000回しようか。そうね。ちょっと今。10マイル以上あるから、多分これですれ違ったらいける。かもしれない。はい、じゃあ、自分ちょっと右で、深めに入っ、あ、浅めに入って、そっちに合わせるわ。はいよ。今、正面。今度は多分正面からすれ違い出るかな。あれを入れなかった。AL47 を。あ、間違えた。ホーネット、純正だとホット状態でもそれ入んないんですよね。そう、入んないんです。めんどくさいんですよ、毎回入れる。はい、うん。ちょっと今左に押してた、ホスタイル。はい。まもなくすれ違います。ヘッドオン、インサイト。はい、すれ違います。マジ？オッケー、パイソン。パイソン。さあ、同じように化け猫優先で行かせてもらおうかな。やめてください。もう化け猫しか見てないです、今。やめてください。300点かな。ミラージュが結構危ないな。ミラージュこっちに取り付いてます。はい、ちょっと今、ミラージュの方向がよくわかってないけど、これかな？一応、ロックオンかけてちょっと確認しとこう。その間に。やっぱ、18すごいなぁ。これが強い、18は。あ、来た来た。ミラージュ入っていきますね。インしていきます。今のインは大丈夫だな。その次だな。違う。後ろにイーグルもいる。低高度でいい。この旋回線はきつい。危ねえ。あ、食らった。あ、食った。いや、くそ。ミラージュ後方にいます。気をつけて。はい、こちらの後方です。立花さんからやられたかな？あ、食らった。やられた。了解。となると、どうしようかな。一回稼ぐか。じゃあ、化け猫がどう入ってくるかを見ながら。途中で背面になったしな、今。被弾の影響で。くっそ、やられた。やっぱ、飛行時間浅いときついわ、これ。トラックアイアル、確かに欲しいかもしれんな。ハンクジェットさんレディー。あ、そうだ、あれを今、してるかな。あ、してなかった。せっかくなんで、よいしょ。はい。あ、録画してなかったし、しまったな。いや、また録画して。こういうやつか。ですね。ミラージュが見え、ミラージュが見えないとちょっと展開できないな。多分、この高速域だとトムキャットもそんなに
うまいこといかないから、厳しいです。頭に何かつけるとかっていうやつなんですよ。それとも。なんか、レーダーが欲しいですね。うん。ヘッドセットに、つけたりしてますね。頭につけるのもあるんですよ。ただ、どっちだ、カチューシャとかにつけるのもあるし、まあ、人によるって感じですかね。どっかおすすめのやつあったりします？そうですね。ヘッドセットは特に、なんか基本的にどれでも割と対応するんで、まあちょっと、そうですね。どれがいいかなぁ。あ、音楽流したい。よし。来ないなぁ。ECM とか入ってないですよね。何も言ってないです。あ、じゃあ、照準器狂わせましょうか。できますよ。多分、こうしたら、照準器は狂うはずなんですよ。こういろいろとしたら。今狂ってるじゃないですか、だいぶ。さっきからずっと狂ってるんですよね、なんか。その照準器っていうのは、LCOS とかっていうのは、基本的に、計算で、なんて言うんだろう。コンピューター計算して、最適な射撃照準位置を作るようにしてるんですよ。はいはい。なので、コンピューターの処理が追いつかない速度になったら、追いつかない軌道とかをしたら、狂うんですよ。なのでそこまで計算して起動するのマジでやべえ。結構風船というかジェットに置いてある風船では割と基本的なやつなんで、いや、それは知ってるんですけど、それをプラシムでできるとは思えない、ちょっと自分まあまあ慣れる後ですよ。あれ、なんかこれ僕もしかして孤立してる？もしかしたら孤立してるかもしれません。なので今指摘してもらいましたね。そうね、そのまま維持展開してもらえれば打てます。いやあ、でもね、そうめんさんもね、ハオニブさんが当ててるからね。お、これはやめた。そうめんさんは結構グリグリ回ってるけど、黒煙吹いてるし、燃料吹いてるし。これはやられたかな。最後6個。あ、やばい、やばい。あ、よし。ちょっとそっち持ってきます。了解。ハオニブさん、古軍奮闘。あ、どこだ。レーダーに切り替えて。そっち向かいますね。了解、こちらから、後方失速来るかい？ちょっと待ってくださいね。あ、確認しました。メールズ来た。はい、ビジュアル。よし、ミラージュこっち来た。お、ウルトさん、当たったか。おー、すげえ。すげえ。ハウニブさんやる。今のきつかったな。あれ、でもハウニブさんもどっか落ちた気がするんけど、どこ行った？いや、今飛んでる飛んでる。今飛んでますね。ちょっと今、たまったね。あー、ミラージュやっぱきついな。こっちもミラージュ打ったかな、そしたら。どっちがいいんだろうな。やばい、そんなに長時間、てか2機をそれぞれ追っかけるのはきつい。あ、間違えた、なんか日本車だ。ちょっと戻ろう。位置把握しながら2機追いかけて戦うのはきつい。コントローラーじゃ無理がある。シャルさんのケツ取れるんやろな。いや、本当にアグレッサーやってほしいよな。そうてか飛行、まず共同体からやってほしいわ、まず。言うほどなんか、そうなんですよ、なんか教えるのってあんま得意じゃないっすよね、自分って。爆撃とかであればなんかある程度こうしたらこうなるっていう風には教えるんですけど、やばいわ。そうねさん、タンクジェクションしていいかも。やり方がね、余裕があれば。ですね、エマージェンシージェクションが今使えるんで、左の方にあるはずです。それ多分ボチッと押したらバシャッと落ちます。あ、 OK です、落ちました。確か実機やったら今どうなのか知らないけど、エマージェン、なんか一時期エマージェット押したら、本来やったら上層とかだけ投棄するんですけど、なんか、ちょっと前までなんか爆弾まで一緒に投棄してたんで、あれって思って。うん、バグってたんですよね。今はちょっとどうなんか知らないんですけど。ファルコン BMS とかやったら、ちゃんと上層だけ落とすんですけど。そうですね。まだそんなに煙とか燃料吹いてんのに、ぶん回せんの？ F16 すげえな。なんなら左のフラッグないよな。な。いや、なんせ30ミリ食らいまくったからね。左のフラップとエルロンないよな。多分こっから厳しいっすね。フラップラもないよ。16が一番厳しいのはここだな。ここからで、多分、でも厳しいな。欲がないから余計に厳しいんですよね。16って低速域曲がらんですよ。そうなんや。そう。インサイト。なんか、3、4回ぐらい、友人と、
あの、なんだっけな、15と、16と。あ、ダメだ。クロット入った。あーですよね。そう。点数が入ったらそれがあるんですよね。良くなくなったら。ファウニムさんやるな。えへい。よっこら。さて。弱いなぁ。次はどういきますか。